想定通りの決まり切った予定調和の前日で、ここは日和見主義者の吹き溜まり、流行り物と手当たり次第に結びつきおこぼれを狙うオーソリティにこびる雑魚を繰り広げる出世レース、ケツ持ちは見つかったか。敵も味方もねえだとか綺麗事並べて演じる団結ごっこの水面下の実態を見るかよ。俺たちは甘く見たブレー旋盤の挑発、チラシの落書きじゃ済まされ不義理に落とし前つけろ。メンバーに片っ端から逃げられてるバカが誰でもろいってんだ。対立や衝突を避けて頭を下げて通る道は狭すぎて気が滅入るからお断りだ。主導権は俺たちが握る。西で東を批判して、東で西をひねくりながら味方のふりして近づき、裏にはしっかり敵と杯交わしてるご都合主義、人畜無害気取って調子よく立ち回ってるのを賢いと思ってる有名にやりたいだけのエセ反対戦車を浅地でコーティングした見透かせるほど薄い化けの皮、触りのない半端な言葉を並べ、バカをパフォーマンスでごまかすためステージでは狂気を演じ、暗黙の了解で仲間ぐるみで捏造した熱狂で何も知らないガキを騙せる時代じゃないということを証明するとともに、書き集めた中身のねえ頭数で取り繕ったフロアに意味はなく、考え方の違いが表面化しないように行く先を曖昧にしてようやく成り立つ不信の連帯を俺たちは徹底的に拒絶する。孤立主義によってこのシーンの中核を無視しながらも、孤立そのものに窮することなく身を滅ぼすこともなく、独自に作り上げた階層においてその中心に立ち続ける、その部分において一切の変節なく明確でかつ力強い孤独の対価として得た縛りのない自由な活動を展開し、全く不変であり続ければこそ、同じく孤立を恐れずマイノリティであることの意義を失わず独自の世界を狙う同志の共感を得るだろう。それは自分の道を歩くふりをしながら誰かの後を追った近道しか探さないクラスト崩れ、三流エンターテイナー風情、売名目的でハードコアに手を出した連中には一生理解できないだろうし、気づかない、つかめない。物言えば生じる矛盾や批判がはらむ矛盾は百も承知で、不服や不満、怒りをぶちまける。矛盾をつかれることを恐れ、怒りの表明もできないばかりか、俺たちの言動の矛盾をつくことでしか留意を下げられないクズどもが陰で騒ごうとも構わない。一労働者として、生活者として、人として一切の遠慮なく敵を批判し否定し、言葉で全て粉砕するんだ。ここに全方位に向けて宣戦布告する。落とし前は俺が生活の中でつけるんだ。俺たちはプロレタリアートだ。